1年ほど前に某ショップで購入したディスクシステムのソフト。1100円、中身はファルシオン。一見何の変哲もないディスクカードだが、よーく目を凝らしてみると白い保護ジャケットに何やら書かれているのを発見した。ズームしてみると、お分かりいただけるだろうか。うっすらと文字が書かれた、もしくはこの上に置いた紙に書かれたものが筆圧によって転写されたような跡が。これは復活の呪文？パスワードか？小学生の男の子っぽい字だ。一体何のゲームなのか、どんなプレイをしていたのか気になる。もしかするととんでもないデータかもしれない。今回はこのパスワードの謎に迫ってみよう。ディスクカード保護ジャケットにかすかに残る痕跡を解読し、80年代少年が遊んでいたゲームを突き止めろ。ケデサハケゲケ。ラッピングの上からではなかなか判別しづらいので、早速オープン。するとカードのラベルはパルテナの鏡だった。どうやら後日ファルシオンに書き換えられた模様。パルテナの鏡もファルシオンもパスワード型のゲームではないので、書かれているパスワードはこのディスクカードとは関係ないことが明らかに。筆跡を見てみよう。ケデサハゲスララヨボララモナノホバシオダバニガキギケゲスズ。最後の方が濁点なのか否なのかよくわからないが、大部分は読める。文字数は最低で26文字あるようだ。ドラクエ1は20文字なのでこの時点で除外となれば、これはもう9割型ドラクエ2でしょう。パルテナの鏡が1986年12月19日発売、ファルシオンが1987年10月21日発売、ドラクエ2はその間の1987年1月26日発売。さあどこまで進んでいるのか、勇者の名前は何なのか、早速入力してみよう。けえ？でがない。え？今まで全く気にしたことがなかったが、ドラクエの復活の呪文、打行が、ない。これはいきなり想定外の事態。26文字以上のパスワードのゲーム。調べてみると、パスワードの長さをまとめてくれているサイトを発見。めちゃめちゃありますがな。29本。しかもここに載っている以外にもあるとのこと。いやちょっと待って、それにさ、ファミコンとは限らんよな。 PC エンジンとかメガドライブの可能性もあるやん。やばいなこれ、無理やろ。どんどん嫌な予感が押し寄せてくるが、とりあえず載っていた29本は試そう。持っていないソフトもちらほらあったので仕入れに。財布の中身は減ってしまったが、ソフトの準備は整った。次は無駄な作業を減らすため、パスワードを再度精査してみる。画質を調整し、文字を浮き上がらせる。随分くっきりと見えるようになった。1文字目、当初ケかと思ったが、ハか。ハデサハゲスララヨボララモナノホバシオ。ここまでは確定っぽいが、次からが問題だ。濁点なのか否なのかがわからない。これはだのように見えるが、その横はバともハイとも見える。一番下の段の2文字目以降も判断がつきにくい。これを書いた少年、濁点を低い位置に打つ癖があるようだ。この2つを比べてみると、カーブが違うような気がする。さらにここ少し跳ねているようにも見える。
とすると、こちらは「はい」か。角度で見てみると、斜めのものと垂直に近いもの2種類あるように見える。垂直に近いものは「い」だろうか。分けてみると、こう。さまざまなパターンを試すしかないようだ。文字数は最低26文字、最大31文字、計32通り。29本で試すと928通り。しかし朗報！候補29本のゲームのパスワード画面を確認したところ、英数字のみのものやドラクエ2のように文字がないものが存在した。まとめると、29本のうちなんと20本は条件を満たさない。つまり9本調べれば OK ということに。その9本はこちら。銀河の3人、アウトランダーズ、ゲゲゲの鬼太郎2、セイントセイヤ黄金伝説、メタルスレーダーグローリー、ファザナドゥ、SD バトル大相撲、ファミコンジャンプ、シェラザード。書いた子供が小学校中学年ぐらいとすると、ファミコンジャンプなどは可能性が高そうだ。早速それから試してみよう。ファミコンジャンプヒーロー列伝。1989年2月25日にバンダイから発売されたアクションロールプレイングゲーム。週刊少年ジャンプで連載されていた人気漫画のキャラたちが大集合。力を合わせてジャンプワールドを悪の手から救い出すという、まさにオールスター夢の祭典といった感じのゲーム。パスワードは最大40文字。32通り中どれかがヒットすることを信じ、入力開始。通らず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 。すべて通らず。ファミコンジャンプでないとすると、当時の相撲ブームに乗って SD バトル大相撲という可能性はないだろうか。やってみよう。 SD バトル大相撲平成ヒーロー場所。1990年4月20日にバンプレストから発売された相撲ゲーム。 SD 化されたアニメ特撮キャラたちが相撲で勝負する。勝って勝って勝ちまくり、ヒーロー界の横綱を目指せ。もちろんキャラごとに必殺技も用意されている。SD バトル大相撲のパスワードはファミコンジャンプと同じ最大40文字。濁点が独立していて入力がめんどくさ。ダメ。間違えていると全部クリアされてしまう鬼畜仕様。ダメ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 。これも全て通らず。となると、ファルシオンとジャンルは違うが、宇宙つながりで銀河の3人はどうだろう。銀河の3人。1987年12月15日に任天堂から発売されたロールプレイングゲーム。エニックスより発売された PC 用ゲーム、地球戦士ライーザをファミコンに移植したもの。侵略者ガルムから地球を守るため、主人公とそのパートナーブルー、そして謎多き美少女リミが宇宙を舞台に激しい戦いを繰り広げる。銀河の3人のパスワードは最大28文字。ということは29文字以上の候補が省略できる。ラッキー。パスワードを書いたのはきっと宇宙好きの少年のはず。どれ。ダメ。ダメ。どれ。いけ。ダメ。全て通らず。ダメだった。
やはりそんなに甘くはなかった。残りは6本、一つ一つ試していった結果、全滅。すべて通らなかった。パスワードの長さを検証してくれていたサイトには、他にもゲームはたくさんあるがと書かれていた。今度はそれらを探してみることにしよう。そしてなんとか見つかった26文字以上のパスワード制のゲームがこちら。14本、ドラゴンボール大魔王復活、サイクルレースロードマン、セイントセイヤ黄金伝説完結編、太陽の神殿、ドラゴンスレイヤー4、飛竜の剣スペシャル、ドラゴンボール3、悟空伝、ナムコクラシック、スーパーチャイニーズ2、スーパーチャイニーズ3、アメリカ横断ウルトラクイズ、戦えラーメンマン、頑張れペナントレース、マーダークラブ。またまたお小遣いが減ってしまった。この中でひらがな濁点行ありの入力条件を満たすのは、ドラゴンボール大魔王復活、セイントセイヤ黄金伝説完結編、飛竜の剣スペシャル、スーパーチャイニーズ2、スーパーチャイニーズ3、アメリカ横断ウルトラクイズ。この6本、早速試していこう。ドラゴンボール大魔王復活。1988年8月12日にバンダイより発売されたボードゲーム RPG？ そんな感じ。ドラゴンボールシリーズ第2作目。復活したピッコロ大魔王を倒すため悟空が立ち上がる。カードを選択し戦うというシステムが当時は斬新だった。パスワードは最大28文字。頼む。行け。行け。すべて通らず。結構期待していたのにダメだった。セイントセイヤ黄金伝説完結編。1988年5月30日にバンダイより発売されたアクションゲーム。アテナを救うためセイヤたちが12球を駆け上る。ゴールドセイントとの戦いは白熱必至。パスワードは前作と同じ最大31文字。違います、違います、違います、違います。すべて違った。くそー。次に行こう。飛竜の剣スペシャル、ファイティングウォーズ。1991年6月21日にカルチャーブレインより発売された格闘ゲーム。さまざまなジャンルの格闘選手から一人を選び育て頂点を目指す。それまでの飛竜の剣から格闘部分のみを抜き出したような感じに仕上げられている。パスワードは最大36文字。お願い、通れ、通ってくれ。ダメか。スーパーチャイニーズ2ドラゴンキッド。1989年5月26日にカルチャーブレインより発売されたアクションロールプレイングゲーム。ジャックとリュウがチャイニーズランドの平和を取り戻すため打倒妖魔軍団の旅に出る。敵との戦いは通常はアクションバトル方式、ボス戦はコマンド方式という変則型。パスワードは最大42文字。通れ。ダメ。全て通らず。スーパーチャイニーズ3。1991年3月1日にカルチャーブレインより発売されたアクションロールプレイングゲーム。先ほどの続編。今度はジャックとリュウが宇宙からやってきた銀河超特隊からチャイニーズランドを救うため奮闘する。パスワードは最大54文字。どうだ。間違いです、間違いです。すべて通らず。
なんで。アメリカ横断ウルトラクイズ史上最大の戦い。1991年11月29日にトミーより発売されたクイズゲーム。70年代から90年代にかけての人気テレビ番組アメリカ横断ウルトラクイズをゲーム化したもの。丸バツクイズやドロンコクイズなど番組内の恒例企画がしっかり再現されている。パスワードは最大60文字。最後のソフト、いけ、頼む、どれ、頼む、すべて通らず。追加の6本、全滅でした。終わった。もう途中から予感はしていたが、やはりダメだった。スーパーマリオの攻略本に書かれていたパスワードの時はいくつものパスワードがあり、文字数も決定的だったのでうまく解決できたが、今回は難題が多すぎる。1、そもそもパスワード自体が合っているとは限らない。2、パスワードが合っていても解読を間違えている可能性がある。3、パスワードがファミコンソフトのものとは限らない。4、3行にわたるパスワードだが一つのパスワードとは限らない。行ごと、つまり3つのパスワードの可能性がある。5、4スタが入力を間違えている可能性もある。さすがにこれ以上のファミコンソフトや他のハードのソフトを4スタ1人で探し出すのは厳しいので、もう一度情報を整理し、今あるソフトで可能性を探すことに。書かれていたパスワードがこちら。眺めているうち気になることが見つかった。当初より判別に苦労していたこの濁点、もしくはイ、これもしかすると小さなイ、陽音の可能性はないだろうか。候補ゲーム15本でパスワードを入力していて気づいたのだが、中には陽音が入力できるものがいくつか存在したのだ。さらにもう一つ気づいたことが、このヨ、これも他と比べるとちょっと小さいような気もする。小さなヨの可能性ということで、可能性は低そうだが、ヨ音に一縷の望みを託し、それらが入力できるゲームを探してみた。すると見つかったのはこちら。アメリカ横断ウルトラクイズ SD バトル大相撲、シェラザード、ファザナドゥ、飛竜の剣スペシャル、メタルスレーダーグローリー、この6本。この中でまず SD バトル大相撲とメタルスレーダーは記号や半濁点行も入力できるが、パスワードにはそれらが一切出てこないので後回し。次に飛竜の剣スペシャルは小さなイとヨ両方が入力できるが、小さなイだった場合かなりの組み合わせがあるので後回し。ということで、まずはアメリカ横断ウルトラクイズシェラザード、ファザナドゥ、この3本でヨを小さなヨに変えてチャレンジしてみることに。再度アメリカ横断ウルトラクイズから行ってみよう。何度目のパスワード入力か。黙々と打ち続けます。お付き合いください。ダメ、これもダメ、ダメ、来た、来た、え、ちょっと待って、え、通った、マジで、え、うせやん、来た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 、うせやん、いや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 、ちょっと待って、マジで通ってる、来たー、やった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 ー。いや、ちょっと待ってな、今何入れたっけ。塩ダバにガキ下水かな。もう一回やってみるか。ガキ下水でやってんのかな。お願いお願い、通りますように。通った、きた。何これ、こんな最後の最後で通ることある。いや、もう半分っていうかほとんど心折れかけてた。わー、来たー。
何千回入力したこれ。何千回目これ。ディスクカード保護ジャケットに書かれていたパスワード、なんとアメリカ横断ウルトラクイズ史上最大の戦いのものだった。このゲームは次世代機スーパーファミコンが出た1年後に発売されたもの。そんな時期にディスクカードが間近にあった人は少ないはず。そのためまさか通るとは想像すらしていなかった。改めてパスワードを見てみると、この「よ」は小さい「よ」、そしてこれは「だ」、これは「ば」、これは「き」、これは「い」、これは「げ」、これは「す」、これは「い」。こんなもんわかるかーい。書いた本人も判別できなさそうだ。改めてちゃんと紹介しよう。アメリカ横断ウルトラクイズはタイトル通り、アメリカを横断しながら様々なクイズに挑戦し、ニューヨークを目指すゲーム。当時の人気テレビ番組をゲーム化したもので、ニューヨークに行きたいかという福留アナのフレーズはあまりに有名。よくあるクイズゲームとは違い、アクション要素が組み込まれているのが特徴。用意されているクイズはなんと2000台。その上、運要素が必要なステージもあるので、クリアするのはなかなか難しい。そしてやっとのことでゴール地点ニューヨークに到着。クイズに正解しクリアかと思いきや、なんとここからロールプレイングゲームに変身する。まだまだ続くのだ。アクションとクイズ、そしてロールプレイングゲームのミックス効果で飽きずに楽しむことができるというわけだ。そんなボリュームたっぷりのアメリカ横断ウルトラクイズだが、ゲームを始めるときに名前をつけたり性別を選ぶことができる。保護ジャケットに書かれていたパスワードの名前や性別はどうなっているのか見てみよう。グランドキャニオンからスタート。これは第8ステージ後半に差し掛かったあたり。グランドキャニオンは丸バツクイズ。ハングライダーに乗って正解だと思う山の頂上に着陸する。よっと、プレイヤーは女の子だ。ピンクの髪が特徴。では名前は。え、名前がない。通常はここに名前が入るはず。これは一体。ちょっと待って、嫌な予感する。いや、もしかしてさ、このパスワード偶然通ったパスワードってこと？バグパスワード？このパスワードの本間のゲーム他に存在するってこと？いやー、嘘やろ。とりあえず名前なしでプレイできるのか確かめよう。できる。名前が空欄のままでもスタートすることができた。念のため同じ場所まで進めてみると、同じ表示。一安心。どうやら名前を入力せずに遊んでいたようだと思ったが、ここで大どんでん返し。やはりおかしい気がする。このゲーム、ニューヨークに着くまでに3カ所でパスワードを教えてくれるのだが、そのパスワードを使うと次のステージの紹介シーンから再開する。例えばラスベガスクリア時に表示されたパスワードを入力すると、このようにラスベガスの次のステージ、グランドキャニオン紹介シーンからスタートする。だが保護ジャケットに書かれていたパスワードを入力すると、飛行機で移動するシーンから始まるのだ。第9ステージのアンカレッジを飛び立ち、なぜか第5、第6、第7ステージのアメリカ西海岸に戻って、そこをスルーし第8ステージのグランドキャニオンに到着するというよくわからないルートを通る。こんな再開の仕方はないはず。4スタが知らないだけ？いやいやいや、そんなはずは。
やはりこれは偶然通ってしまったバグパスワードなのでは。実はこのアメリカ横断ウルトラクイズ、パスワードチェックをすり抜けてしまう面白パスワードがいくつも発見されている。こちら、これを見比べてみると、なぜか全て性別が女、そして飛行機やヘリ移動から再開するものがある。これは保護ジャケットに書かれていたパスワードと同じ。偶然通ってしまったバグパスワードの確率がさらに上昇。だが面白パスワードの名前は漏れなくバグっているのに対し、保護ジャケットに書かれていたパスワードの名前は一応設定可能な空欄、バグとは言い切れない。そう考えると通常のパスワードか。しかし、しかし再度筆跡を見てみると、ヨンスタにはこのバがどうしてもハイに見える。横のバと比べてみてほしい。いかがだろうか。こういったことを勘案すると、このパスワードはやはり偶然通ってしまったものか。もしも偶然通ってしまったものだとすると、正解が他にもあるということになる。そこで要音未検証の5ゲームで検証を続けることにした。小さな「い」の候補は複数箇所に存在するため、全ての候補を試すとかなりの量。それを確認のため二回り、もう目がチカチカ、精神的にも肉体的にも疲労困憊。結果は通らず、全て通らなかった。つまり候補ゲーム15本で全通りを2度試し、唯一通ったのがアメリカ横断ウルトラクイズ史上最大の戦い。この結果、皆さんはどんな風に結論付けられるだろうか。確かに怪しさいっぱいのパスワードではあるが、現時点ではアメリカ横断ウルトラクイズのものとし、調査はこれにて一旦終了としたい。もう無理。ということで、今回はディスクカード保護ジャケットに残されたパスワードの謎に迫ってみた。何のゲームのものか判明せずで終わるかと思われたが、なんと最後の最後でアメリカ横断ウルトラクイズで通ることが分かった。しかし、さらに最後で疑惑が浮上。もしもこれを書いたのは僕だ、私だという今は大きな少年少女がいらっしゃったら、ぜひゲーム名とともに当時のことを教えてください。今一つだけ言えること、それはたとえこのパスワードがアメリカ横断ウルトラクイズのものでなかったとしても、ここにはきっと誰かの子供時代の思い出が詰まっているに違いないということだ。